海外特派員は1940年のアメリカ合衆国のサスペンス映画アルフレッド・ヒッチコック監督のハリウッドにおける2作目の作品で出演はジョエル・マクリー、ラレーンデー、ハーバート・マーシャルなど第二次世界大戦前夜の欧州を舞台に国際的な陰謀に巻き込まれてしまったアメリカの新聞記者を描いている第二次世界大戦の直前 アメリカの新聞記者、ジョニー・ジョーンズは特派員としてヨーロッパに派遣された。ロンドンで和平の鍵を握るオランダの政治家バンメアへの取材を試みるジョニー。平和運動家で不合のフィッシャーがバンメアの歓迎パーティーを開き、その席でジョニーはフィッシャーの娘キャロルと知り合った。平和会議の取材のためにアムステルダムへ向かうジョニー。その会場で バンメアが射殺された。犯人を追跡したジョニーは、死亡したバンメアが替え玉であり、本物はドイツのスパイ組織に拉致されたこと、そして事件の首謀者がフィッシャーであることを突き止めた。何も知らないキャロルに恋心を抱きながらも、フィッシャーとの駆け引きにキャロルを利用するジョニー。バンメアの救出には成功したが、 ジョニーの行動に不信感を抱いたキャロルは父と共に飛行機でアメリカに向け飛び立った。A、フッツの対独戦線により、ロンドンも安全な場所ではなくなったのだ。バンメアの証言によって事件の全貌が明かされ、フィッシャーは飛行機がアメリカの空港に着陸次第逮捕されることになった。覚悟を決めて娘に真実を告げ、自ら死を選ぶフィッシャー。 後にキャロルと共にロンドンに戻ったジョニーは激しい空襲の最中にもラジオで熱心に戦況を伝え続けるのだった。カッコ内は日本語吹き替え、アルフレッド・ヒッチコック監督はジョンがロンドンでバンメアと初めて出会うシーンで新聞を読みながら歩いている。日本語吹き替えは上記のほか、1963年3月14日、15日に前後編に分けて、 テレビ名画座で放送したフジテレビ版も存在する。アルフレッド・ヒッチコック監督は主演にゲイリー・クーパーの起用を希望していたが、クーパーはスリラー映画に興味を持たなかった。オランダの外交看板、メア役のドイツ人俳優アルバート・バッサーマンは英語を全く話せなかったため、すべてのセリフを音で覚えた。新聞のコラムニストであるユーモリストのロバート・ベンチリーは、 ステビンズを演じるにあたり、自分のセリフを自ら書くことを認められた。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、アルフレッド・ヒッチコックの海外特派員は、国際的な陰謀、コミックリリーフ、そして伝説的な監督の最も記憶に残る、アクションシーンのいくつかを組み合わせて、勝利を収めている。であり、十二件の評論の内高評価はントに、 当たる40件で、平均点は10点満点中8点となっている。ありがとうございます。